兄貴、岩見の造船所言うたらぶち広い敷地やけ、さっき解いた暗号の指す場所が間違っとったらもうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなきゃ始まらねえ。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所はわしも何度か入ったことありますけ、どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで、結局尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな、どうも秘密の内容は知らなかった。出てきよったで、兄貴。あんならまた本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まってろ。来るで。行くぞ。わしの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が指しとった場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきて使うさい。Oh, yeah.
あそこを目指しましょう。暗号の場所はまだまだ先じゃい。急ぎましょう。やつらじゃ。遠慮すんな。片っ端からぶちのぶしたれ。兄貴たち、先を急ぎましょう。おい、どうなっとるんじゃ。ここで行き止まりか。くそ、通路が閉鎖されとる。このままじゃ捕まるぞ。どうするんじゃ。くそ、姫の兄貴、さすがです。くそ、次から次と。兄貴たち、早く来てください。兄貴たちは先行ってて捕さえ。つらわしが足止めしときますけ。松永、お前大丈夫です。全員ぶちのめしたらすぐに追いつきますけ。おるれ、あれの敵はこのわしじゃ。ここは松永の兄貴に任せて、先を急ぎましょう。わかった。造船所の下にこんな地下通路があったとはの。おそらく戦前に作られた坑道でしょう。ライトを持ってきましたけ。こいつをつけてつかさえ。しばらく歩きますけ。
ついてきて使うぜ。Woohoo!